必要な中国の尖閣侵入に対し、ついにアメリカが動き出すことになったようです。中国に侵入をやめるように要求しました。さすがのアメリカも、中国のやりすぎな行為をギリギリで見逃さないようです。今回は、この話について、見ていきますね。中国は、民族弾圧について、世界的に批判を浴びています。尖閣諸島海域への侵入は、今年になってから異常すぎる頻度です。昨年2020年に引き続き、尖閣諸島近海での中国公船の不穏な活動は増加する一方です。特に2021年2月20日、21日の2日間、領海侵入など横暴な行動があったので、政府内では危機感が募っているようです。この2日間にこういった行動に及んだのは、中国海峡局の艦艇2隻で、日本の民間漁船を追尾するように、意図的に日本領海内に侵入したと見られます。武器を持っている艦艇に追いかけられた漁業者の気持ちを想像すると悔しいですね。文字通り、命からがらといったところだったでしょう。中国政府は、2月1日から、海峡局に関する法改正を施行させました。内容は、自分たちが必要と認めた場合、海峡局職員が個人的に携帯している重火器や艦艇に装備された兵装等を使用してもよい。つまり、武器使用のハードルを下げ、合法化したのです。個人的な判断で重火器を使用してもいいということですね。恐ろしいですね。この改正によって、従来より、簡単に武器使用に訴えてくる可能性が増えたことは確かです。また、3年前の2017年、中国海峡局が軍事警察の管轄下に入ったことも相まって、これまで以上の短絡的で強硬な姿勢が予期されるという、日本にとっては何とも嫌な状況になってしまいました。2020年11月に事件がありました。来日していた中国の王外相が、日本の茂木外相の前で、日本が尖閣諸島周辺海域に侵入するから、我々はやむなく対応しているのだと発言したのです。この発言内容もですが、問題は反応しなかった茂木外相です。彼に批判の声が殺到しました。外務省によると、この王外相と茂木外相との記者会見は、互いに自国の見解を主張する場だった、議論の場ではなかったということでした。とはいえ、目の前で日本の政策を完全に否定する発言をされたのに、王外相に反論もせず、言われっぱなしだったのでは、相手の主張を認めたと同時ことではないか。しかも、茂木外相は中国語で謝意を示したということにも非難が集中したのです。こういった尖閣諸島をめぐる中国側の姿勢は、今回の日本漁船を追いかけて領海へ侵入した事実でも明らかです。2021年2月8日、中国外務省の広志副報道局長の記者会見がありました。そこでは、中国海峡局の所属艦艇は、尖閣諸島海域で、法に基づく正当な措置を講じていると述べ、先の海峡法改正を盾に、その行いを正当化したのです。この海峡法は中国の国内法ですから、国際的には通用しないのは言うまでもありません。その上で、尖閣諸島は中国固有の領土という従来の見解を主張、中国の領土だった尖閣諸島は日清戦争の結果、台湾と共に日本に奪われたのだという中国政府の持論を改めて展開したのでした。日清戦争は1894年明治27年に起こった日本と中国、当時は義与国との間の戦争です。この戦いに勝利した日本は、一気に近代化を進め成功したことで、先進国の仲間入りしたと感嘆し、太平洋戦争へなだれ込む遠因の一つになったことは、歴史を見ればお分かりでしょう。21世紀の今、100年以上前の戦争を持ち出されても、と思いますよね。それを言うなら、日本にも言いたいことがあります。太平洋戦争後にロシアが占領し、現在も支配し続けている北方領土。そして、中国にも、清の時代にロシア帝国に奪われた領土もあるはずですが、
それはどうするんでしょう。さて、中国が尖閣諸島の支配権を盾に必要に海域侵入を繰り返している状況下で、アメリカに動きがありました。2月24日の記者会見で、国防総省のカービー報道官が尖閣諸島に日本の主権があると認めた上で、中国の行動を非難する用紙の発言があったのです。一見、日本を援護してくれたように見えたので、さすがは同盟国と素直に喜んだ日本人も多かったはずです。しかし、それからわずか2日後の26日、報道官はその発言の誤りを謝罪、日米安保条約に基づく尖閣諸島を含む日本の防衛にはこれまでと同様アメリカが関与すると発言を修正しました。このカービー報道官の発言の修正の意味ですが、アメリカ政府は従来通り尖閣諸島の日本の施設権は容認するが、主権の存在についてはその限りではないという、どっちつかずの玉虫色ということになるのです。アメリカは主権争いには介入しない、つまり中国側にも立たないが、日本側に立つつもりもないということでしょう。当てにならない同盟国ですね。日本は言われるが、ママに兵器を購入したり、思いやり予算と称して、毎年毎年、巨額の経費を在日米軍に貢いでいるのにね。2021年、アメリカは、共和党のトランプ政権から、民主党のバイデン新政権に移行しました。政権が変わっても、尖閣諸島の防衛にはこれまで通り、アメリカの後押しが期待できると考えたのでしょうが、頼りな差が分かったようです。アメリカ一筋というのはかなり危険だと政府関係者が理解してくれたと期待したいのですが、前日のカービー報道官の修正発言を額面通りに受け取ると、アメリカが認めているのは、尖閣諸島に日本が持っている施設権だけで、主権までは認めていないということでしょう。アメリカは、この方針を堅持すると、あえて示したということは、万が一、中国と日本の間で、尖閣諸島の主権をめぐる武力衝突が発生したとしても、アメリカが、日本へ、軍事的に支援をしてくれると、当てにできないと考えるべきでしょう。長年にわたって貢いできた金は、ドブに捨てたということになりかねないのです。日本政府は、こうしたアメリカの動きと前後して、25日に、日本の領土に上陸する目的で、他国の艦艇が領海に侵入してきた場合、対峙する海上保安庁が対抗措置を取れるという考えを公表したのです。これは、現行の海上保安庁法で、海上保安官の武器使用を明確化しようとする動きなのですが、尖閣諸島海域での中国公船への対応を考えてのことであるのは言うまでもありません。海上保安庁法によると、海上保安官が対峙する相手に、重火器を使って危害を加える行動は危害射撃と定義しています。これに、昨今の世界情勢を考慮した上で、実効的な解釈をしようとするものと思われます。海上保安庁法は大枠で、海上保安官が犯人逮捕を行う場合や、逃走を阻止する目的での武器使用を認めています。つまり、警察権限の一部として、職務執行上の範囲に含んでいるということです。しかし、機外射撃に限定した場合、まず正当防衛であること、相手が先に攻撃してきた次に、非常に凶悪な犯人、殺人犯とかを逮捕する場合だけ行えるという条件があります。つまり、解釈によって是非が問われることにもなるわけです。今回日本政府が示している見解は、具体的には、中国側が上陸目的で尖閣諸島へ艦艇による領海侵犯をすることは、非常に凶悪な犯人を逮捕することに当たるとみなすことを意味しています。わかりやすく言えば、中国艦艇が尖閣諸島に接近し、日本側の退去勧告を無視し、なおも接近を続けた場合には上陸目的と判断しても良いということと考えられます。さらに、海上保安庁が対応を困難と判断し、海上自衛隊に対し海上警備行動が発令された場合にも、同様に機外射撃を認めるとしています。抑止力として対応をより強化しようという解釈と考えられます。
民間の非営利団体アメリカ海軍研究所 USNI によると、日本最大級の軍艦が F-35B ライトニング II 戦闘機の運用するために必要な試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航するという発表が、2023年11月13日にありました。軍艦と、日本人としては突っ込みたいところがありますね。今回は、この F-35B 認証試験について見ていきたいと思います。仮にですけど、加賀が改造終了後、初の長期航海を行い、そのまま F-35B を艦載して寄港ということはありませんよね。中国への抑止効果にもなるという意見はあるようですが。USNI の言う日本最大級の軍艦というのは、海事の出雲、潟護衛艦のことです。2023年11月現在、2番艦加賀は飛行甲板形状をグレードアップし、改修された状態で、試験航海などの実施中です。海上自衛官と航空自衛官から構成された日本側の視察団が、すでに、2023年10月末、アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンスオブウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているそうです。USNI は、プリンスオブウェールズが試験をしている海域で、空母化改修後の出雲、潟護衛艦が、F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしていると見ているようです。日本政府と防衛省は、2013年以降、海事の出雲、潟護衛艦2隻の空母化を着々と進めていましたが、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していました。現時点で、F-35B 戦闘機は、42機ほどの導入を予定していて、運用するための飛行隊を、航空自衛隊に新たに編成、宮崎県新富町のニュータバル基地に配備することも公表しています。九州に配備するということは、南西諸島空域におけるスクランブル発進に即応するとともに、台湾有事も視野に入れているとみられます。イギリス海軍空母プリンスオブウェールズは、前述の通り、アメリカ東海岸で各種テストを実施していますが、その中には、無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練もあるので、同様のテストを出雲、潟護衛艦で実施する可能性も考えられています。プリンスオブウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦とされ、F-35B 戦闘機36機とヘリコプター12機を搭載する能力を備えています。船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドなど4地域で、BAE システムズと VT グループによって建造されることになっています。スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで最終組み立てを行うのですが、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われたそうです。プリンス・オブ・ウェールズは、2022年8月27日、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうためポーツマスを出港しましたが、出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されました。この事故のため、演習航海は中止となり、クイーン・エリザベスが、代わりに、9月8日に出港したのです。皇太子、息子の代わりに母女王が登場したということでしょうか。ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も当然ながら延期されてしまいました。この損傷について、英国放送協会 BBC は、アメリカへ演習に出発した直後に故障、足を引きずりながら岸に戻ってきたとからかったのですが、シャレにもなりませんね。プリンス・オブ・ウェールズは、ロサイス造船所に入居して修理しましたが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているというデマも流れ、国防大臣が、これは一時的な応急処置と釈明する羽目になりました。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を受けたプリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日にで、溝、28日には、CH-47 が飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していました。7月31日には、
映画トップガンマーヴェリックに登場したセリフをパロディ化したと思われる文章を投稿し、飛行甲板運用を再開したことを広くアピールしたのです。一方、軽空母への改修が完了した護衛艦加賀は2023年11月17日に呉基地へ帰還しました。長期間の改修を経て本来の基地に戻ったというわけですが、くしくも旧日本海軍の空母加賀の進水日が11月17日だったので運命的なものだという人もいたとか。出雲旧の空母化は発着艦機能整備に加えて艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考に課題の洗い出しを行った後、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われると推測されていることから、空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても当然ということでしょう。基本的に艦艇排水量のうちでも満載排水量は船そのものの重量だけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物なども含めた総合重量となるわけです。しかし強襲揚陸艦の場合は運航関係の乗員だけではなく上陸作戦要員とその装備も含まれることになるのです。つまり、上陸作戦要員がいる分だけ、空母より広い居住区が必要となりますし、装備には、戦車やトラックも含まれているので、車両庫等のスペースも必要というわけです。もちろん、上陸作戦関係の重量が増えたからといって、航空機の運用能力が拡大するわけではないというのは言うまでもありませんね。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機の F-35B 戦闘機の取得も、空自パイロットや整備員の養成もまだまだで、これからスタートするといっても誇張ではありません。こういった過程が終わったとしても、搭載可能な F-35B は、たったの10機に過ぎないので、中国海軍やアメリカ海軍の正規空母の戦力とは、全く比べようもありません。最有力と思われる使用方法とは、イギリス海軍空母のように、アメリカ海兵隊の F-35B 戦闘機も共に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することではないのかと言われています。前出ですが、プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日に、9ヶ月の改修工事と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスのドックから出てフォース川に入り、母港ポーツマスへの帰路に着きました。その途中で、7月29日、プリンス・オブ・ウェールズの公式 X に飛行甲板が使用再開されましたという投稿が、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともにアップされていました。2日後の7月31日には、飛行甲板の再開に際して、前述のように、映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズが役のセリフをパロディ化したと思われる投稿をしたほどです。その内容は、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻して着陸準備をしてください。フライトデッキは営業中です、といったものでした。このユーモアあふれる投稿は反響を呼びました。あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。母を連れて行きたいと思います。一度、ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみてはいかがですか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますというような、楽しく心温まるコメントなども寄せられていたのです。イギリスでは、空母に親しみを感じている人が多いようですね。日本との差を痛感せずにはいられませんね。今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズ及び出雲護衛艦ですが、中国の動向が気になる台湾有事が起きた際には大活躍すると期待する声もあるようです。
次期戦闘機開発の輸出問題で、自民党と公明党での輸出合意がなされたとの情報をキャッチしました。今回は、F3 戦闘機の輸出問題を詳しく見ていきます。日本の次期戦闘機、ついに海外へ輸出開始です。自国製造できるかも、やはり鍵を握ってきています。輸入するだけでは今後防衛できない可能性が出てきています。中国の経済は最悪へ向かっていますし、中国国内の不満は外へ向ける形を取るでしょう。日本とかで。2024年3月15日、現在の日本で連立政権を組んでいる与党、自民党と公明党は、日本がイギリスとイタリアとの3国で共同開発を進めるグローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムの次期戦闘機を、これら共同開発国以外への輸出で合意に達した。この一連の次期戦闘機をめぐる共同開発国以外への輸出という問題は、政治面からは、自民党の都会木野三郎氏と公明党の高木陽介氏の両党の政調会長の直接の協議を経て、最終的には合意に至るとの見方が有力視されていた。そのため、ある意味予定調和とも言える与党間での最終的な合意が行われた形ではあるものの、今後の日本の安全保障を左右するであろう動きの一端、ようやく政治の後ろ盾を得て、あるべき姿へと前進したと言うべきなのだろう。今後の政治的な流れとしては、3月26日を目途に、今回の与党両党の政調会長会談の結果を反映し、共同開発国以外の第三国への次期戦闘機の輸出を容認する内容を、政府方針として、閣議での決定を行うものとめされている。その上で、その閣議決定の内容を受けて、NSC 国家安全保障会議を開催、参加する旧大臣による会合によって、現行の防衛装備移転三原則の運用の指針を改定することで、正式な政治上の決定を迎えることとなる模様だ。従来の太平洋戦争後の日本は、そもそも、アメリカ以外の国との兵器の共同開発自体を行ったことがなかったが、2014年に定められた防衛装備移転三原則においても、つまりは、共同開発国であるアメリカ以外の第三国への輸出は、できない権づけであった。今回の次期戦闘機に関しては、開発自体が太平洋戦争後に初となるイギリス・イタリアとの3カ国による取り組みとなっており、この開発実施が基本的に公に公表された2022年12月の時点で、こうした政治的な課題を払拭する必要性が生じていたと言える。一連のこれまでの次期戦闘機第三国への輸出に向けた動きの中で、日本のマスメディアの報道も、自民党と連立与党を構成している公明党側が慎重な姿勢を崩さず、その実施に難色を示しているといったニュアンスの報道が散見されてきた。そのため、今回の次期戦闘機の第三国への輸出の容認を、今後の日本の安全保障を考える上での前提条件と考える層、つまり自民党の議員からインターネット上の保守層に至るまでの一部からは、公明党との連立政権の解除を示唆する声も聞こえていた。しかし、自衛隊の幹部の OB の方々の多くは、こうした展開を日本の政治上避けて通れない問題だとの認識を示しつつも、最終的には公明党側が納得に足る説明を自民党側が行うことで合意に至るであろうと述べられていた。こうした推察は、さすが特殊な安全保障問題、環境を抱える日本の政治課題を自身の現役時に幾度も経験されご苦労されたであろうことを想起させ、その敬願と言うべき洞察力には大きな敬意を払うべきだと個人的は感じさせられた。日本の現行の防衛装備移転三原則の運用の指針をめぐっては、昨年2023年末に日本が他国製の兵器をライセンス生産したものについて、その海外輸出を認める政治的な決断を行ったことに続き、大きく緩和されたと言うべきであろう。この時には、具体的には、アメリカ企業からのライセンス生産によって、日本の三菱重工業者が製造を行っている地対空ミサイルシステムである、ペトリオットの完成品を、大元のアメリカに輸出することが認められたものだった。
これは、すでに、この2024年3月時点で3年目に突入している、ロシアによるウクライナ侵攻によって、アメリカ自身が、自軍の在庫品の中から、ウクライナへの兵器支援を実施したことに伴い、その補充を図る目的だったと解釈されている。個人的に、これらの動きは、日本は、直接的に殺傷能力を有した兵器を、ことに、今、まさに、紛争の当事国である第三国、つまりは、ウクライナに対して輸出できないという制約を鑑みれば、その中での最大限の貢献に値するものだと感じる。ただし、正直な感想を述べることを許していただけるとするのならば、世界最大の軍事力とその装備を抱え、生産能力も有するであろうと考えられていたアメリカが、日本からの兵器輸入を希求するという事態には、一抹の危うさを禁じ得ない。アメリカの現在の民主党のバイデン政権の施策に対し、自身の再登板を目指す元大統領のトランプ氏の共和党が、その政治的な思惑から、ウクライナへの兵器支援の実質的な妨害工作とも取れる動きを続けていることも不安に映る。いずれにせよ、トランプ再登板の機運も高まるアメリカの政治状況を見て、いささか、スタンドプレー的な嫌いを感じさせるものの、フランスのマクロン大統領などは、強硬な対ロシア政策を口にしているようにも見え、今後に注目すべきであろう。さて、日本の防衛装備移転三原則の運用の指針の改定についてであるが、自民党単独では、他国との共同開発兵器のそのすべてを、第三国への輸出も可能とする緩和策を考えていたが、連立政権を組む公明党の立場を考慮して、一旦、その考えを改めたと目されている。そこで、自民党は、すでに動き出している次期戦闘機開発に的を絞り、その開発費用が、少なくとも、兆円単位の膨大な投資が必要となることを念頭に置き、まずは、この次期戦闘機を、多摩三国への輸出を可能とすることで、その費用負担を軽減させる方針とした。ただし、輸出先となる第三国については、その対象国は、国連憲章が定めるところの目的と原則に合致していることを前提として、その内容になぞらえして、次期戦闘機の使用を行える国、つまり、現行の国際的な約束ごとを締約した国に限定することとした。これは、日本との間に、兵器類の適正な管理等を定めた、防衛装備品及び技術移転協定等を、すでに、締結済みの国に限定するとしたもので、この定義に該当する国家は、現時点では、世界で15カ国のみとなり、かつ、さらに、紛争の当事国は除くこととされた。こうした内容を、日本の現行の防衛装備移転三原則に反映させ、また、時の政権が、個別の兵器に対して、その案件単位で、与党内における協議や閣議決定を行うものとし、そのプロセスを経ることで、決して、無条件に兵器輸出を行うことはないと示している。このあたりの現行の防衛装備移転三原則の今後の運用指針に対しての説明に関しては、良くも悪くも、いかにも政治的な言い回しや表現の塊とも言えそうで、日本の兵器輸出に全面的に反対する勢力からは、今後も批判は続くと思われる。ちなみに現在の日本が、すでに、防衛装備品及び技術移転協定等を締結済みの国とは、欧米が、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、アジア方面が、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、そして、一応、オーストラリア、中東が、アラブ首長国連邦の15カ国となっている。今後、グローバルコンバットエアプログラムによって生み出される次期戦闘機の輸出を行う場合、イギリスやイタリアが、ヨーロッパ方面、日本がアジア方面というざっくりと、地理的な地域で分けることが想定されており、国の数だけで言えばアジア方面は少なくはない。しかし、アジア方面を、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、そしてオーストラリアと見た場合でも、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイなどは、とても、
最新 A クラスの戦闘機を輸入する経済、軍事規模には達しているとは言い難い。そのため、残りのインド、シンガポール、オーストラリア、そして扱いが地理的に微妙なアラブ首長国連邦あたりしか対象となりそうな国とは思えず、個人的には仮に次期戦闘機の輸出を日本が担うとしても、そこまで大量に輸入を行う国があるのかには懸念も感じる。